京都府立都道高等学校は、京都府宇治市後化粧後海根にある府立高等学校。1985年4月1日に開校した。1989年まで続くと予想された、中学校卒業者数の急増を背景に、その傾向が最も顕著で高校進学率も低かった宇治市内で高校の増設が検討された。 山城地域では1983年に開校した西城陽高校と南八田高校に続く新設校で宇治市内の府立高校としては4校目、用地は五化粧の高台が選ばれた。校名の選定にあたっては北宇治、五化粧などの候補が出されたが、有意所ある都道の地名や日本初期に登場する皇族、都道地伊達湖にちなんで都道高校に決定した。 都道高校は1985年に始まった新高校入試制度にのっとり、開校当初から普通科、第一類と第二類を設置。新制度は、画一的な小学区制を廃止して各校に、標準コースの一類、学力伸長コースの通類を設けるというものであり、生徒の能力、適正に合った教育課程を目指した。特に、 通類は7次元目授業の都道活動や夏休み中の都道合宿を必修化するなど大学進学を全面に押し出したのが特徴である。また部活動もアーチェリー部やボクシング部を創設し他校との差別化を意識した。このうちボクシング部は京都府の公立高校では初の創部であり創設当時は私立高校を含めても南京都高等学校に ついでに例名であった。その後通類の希望枠が100%に拡大したこともあり、都道高校は山城北通学圏で最も進学実績の良い不立高校として認知されていくことになる。2004年からは山城北通学圏と山城南通学圏が統合されて、愛類の総合選抜が廃止されたことにより、類型、居住地にかかわらず通学圏全体から受験生が 集まることになった。2011年には山城通学圏で累計制度が廃止され、都道高校独自の教育課程となっている。75%の生徒が何らかの部活動に所属している。ありがとうございます。